トバイアス・スモレットは、英国の小説家、英国ダンバートンシャーのダルク・ハーンに生まれる。グラスゴー大学に入学するが、学士に急して中退し、1739年悲劇の原稿をもって、ロンドンに行き上演を希望したが入れられず、1740から41年海軍食卓軍医として、スペインとの戦争に従軍、その後ジャマイカ島に住み、結婚し、 ロンドンに戻って1744年医師を開業。アランドネル・サージュのジル・ブラースに習って1748年、ロデリック・ランダムを観光。英国小説誌にピカレスク小説を確立した。ついで1751年、写実小説、ペリグリン・ピックルの冒険を観光。1753年、ファゾム・伯爵ファーディナントの冒険。1755年、 ドンキホーテの翻訳を刊行、また、クリティカルレビュー誌の創刊に参加するが筆下で60年、投獄された。1762年創刊された、ブリティッシュマガジンの主筆となる。その後大陸へ渡り、イタリアのリボルノで、ハンフリークリンカーの遠征を、完成、1771年刊行するが、その成功を知らず隠しした。後のディケンズなどに影響したとされ、 法制細評価された。ありがとうございます。